え <laughs> <laughs> 何これすごいキスするね<ー>はいどうも皆さんこんにちは動画ぶとうです今ちは動画を再生していただきありがとうございますこの動画にリアクション動画となっております必ず今回とラズカリも本編ご提供一緒に再生してお楽しみくださいというわけで今回俺だけ入れる隠しラウンジを第1話こちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします <laughs> <laughs> え、こちらの作品に関してはね、本来ちょっとリアクションする予定いなかったんですが、ま、緊急事態宣言ということもありまして、ま、在宅時間がね、少し増えるということもあったので、ま、リアタイではね、なかなかちょっと配信はできないんですけども、ま、社会的情勢が変わらなければ配信続けていけたらなというふうに思っております。え、ま、そんなこんな言ってるんですけども、実際この作品に関してはタイトルしか知らないので、ま、この1話を見て継続して見ていくか決めさせていただきたいと思うんですけども、ま、タイトル的には異世界ものでは間違い なくあると思いますそして、主人公が多分ダンジョンに入って、そこでなんかチート的な能力、武器を手に入れて、俺、ツエ的な展開になるのかなっていう風な予想をしているんですけども、まあ、その中にちょっと特殊な事情というか、まあ、オリジナリティが溢れたね、作品になってればなという期待を込めてですね、これからリアクションさせていただいて、皆さんと楽しくですね、一緒に見させていただきたいなというふうに思っております。まあ、可能な限りね、面白ければ継続してリアクション、時間見てさせていただきたいなというふうに思った というわけで皆さんも録画したものもしくはビデオでまた使ってお楽しみください簡単なご案内はさいまして本編スタートですさあスタートでーすまたいつでも見るねあの壁に囲まれた街ね大体いいみんなああいう感じだもんね、まあ、しょうがないんだろうけどまあ靴、まあ、ダンジョンのことね をただならぬ雰囲気。そうだね。ああ、はいはい。いろんなところを見せてくれてんだね、今ね。まだ未発掘な。いやー楽しそうだよね。すげえこんな世界だったら胸ワクワクしちゃうな。いや、けど実際にこの世界にいたらそんなことないのかな。 でとりあえず今の日本人は、もし死んで転生することができるって分かったら、相当数の人たちが死んでしまう気がしますよ。こういうアニメの影響でね。<laughs> なんだ、この声の主。あ、この声の主が関係してくるんだろうね、この多分主人公に。だからなんか特別な力を授けられる的な感じになるのかな。悪い人じゃなくて多分。 ここのダンジョンのフロアマスターみたいな感じなのか。なんだろうね。女神様的な。かわいい子でありますように。さあ、どんなでしょうかえ。え鎖で繋がれてるえ、どういう状況いや、かわいいけども。何この状況は一体。 いや、ちょっと状況が分からないとこから始まった第一を強烈スキルセット。強烈ちょっと時間戻っちゃったね、しかも。ノルスタルジア。言いづらい。言いづらいよ。ジャスタル育成校。え就職がダンジョンに潜ることなのどういうことええ <laughs> この状況はそしてこの異世界にも土下座があるね潰れちゃったのかもしかしてえなんでなんでそんなことされちゃうのはいはい貴族ね、まあけど一応貴族なんだねまあそうだろうね 名ばかりだろうからね。順段尺とかよくアニメの中では。貧乏なのも多いじゃん。ここら辺の貴族は。いや <laughs> 今まあ、恨んでるっつったじゃん。<laughs> いや、確かに。くそ、親父、口悪くねえか。<laughs> <laughs> こういうノリなの。妹がいる。 しかも可愛いい、アリスね。ってことは、あの横にいるのはメイドじゃなくてママか。お兄様ラブね。わかりましたよ。試験。あ、これで、あれか、こっちに入ってダンジョンに行くことになるんだね。ちょっとアスナっぽくない真ん中のあの絵 <laughs>。 やっ,やってみましょう、やってみましょう。最高じゃんそれがいいね。その展開が一番いいんじゃない <laughs> 困ってるけどさ。ノル幼馴染みか強烈な胸だね、また。<laughs> すごい揺れてる。可愛い可愛いい子多い。エマちゃん。いや、もう完全に惚れてますやん。しかも男爵上なんだ。 分け隔てなく付き合ってくれてる感じね。あいや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 。あってことは、その、公爵だか白爵だかはもう忘れちゃったけど、上の人がこの子を気に入ってて、一緒にさせたくなくて別れさせたんじゃないのって思ったよ。だってこの子はいけるわけでしょんスキル 大賢者えすごくない最初からチートですやそれなのに師匠なんか大賢者って言ったらねねもうねああそのパターンですね 古文書マーリン7つの大才かな口づけを要求したえちょっと待ってちょっと待ってちょっとちょっと待って特殊事情がありそうなアニメだなと思ったけどそういうこと大賢者の能力を発動して痛みをなくすために こういうことイチャイチャしなきゃいけない的な毎回。これは面白い予感。いや、てか好きなんでしょえそんなすんなり一話目でさすがに見れないか。あかわいい。おい、てか普通にパンツ見えるやん、このアニメ。 結構露出激しめアニメなのかなわざわざここまで移動してきたんだね。ええー、<laughs> 早い展開がねえ。このスキル以外に強烈スキルセットっていうくらいだからさ、他の能力も手に入れるんでしょ。さあやってみよう。いや、いい子かねえ、自分のファーストキスだったんじゃないの 好きだからいいのかさあこれでこれでつながるんだ最初にえー、あ1万5000あ1 5キロかじゃあ大したことないかえなんで今「有馬で止まっちゃったの けど、そんな、じゃないんじゃない <laughs> 何これちょっと、すごいキスするね、このアニメ。はぁ、あ、ちょっとイラついてきた。<laughs> 羨ましすぎる。え、え、もういいって。うわぁお <laughs> 興奮しちゃってますやん。いや、とろけてる。 いやもっとしとこ痛いって言って。うわーうわ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 。このアニメイラつくね、ちょっとね。ムカつくね。<laughs> 羨ましさが半端ない。で、これがさっきのダンジョンかあ、隠し扉っぽいー。ああ、あれだあれだ。もうわかりやすい。おうおうおお。 いいね。てか、大賢者スキルめちゃくちゃチートですよなんか開かなさそうな扉だけど。これはさっき教えてくれてたってことかなだって今使ってたら頭痛いもんね。えここでタイトル回収なのねえ。<laughs> <laughs> なんでそんな言葉で開くのあでさっきのだでこの女の人がさなんで鎖でつながれてるのかだよねこの人は痛くてここにいるわけじゃないのかな囚われの身的な感じそしたらここに捕らえたのは誰いやいやそこいやそこなの 最初のカメラワークもう大体このアニメのあれが分かったわえなんだああえ <laughs> ちょっと待ってええ冒険者 <laughs> オリビア散歩中にって <laughs> すげえじゃんかああ強いんだね これかなんで生きてるのいなどれくらいいたか知らない。え ?200 年いや、生きてないだろ、普通。死者中やば。しかも200年なんであの鎖の影響で <laughs> いやいやいや。 待ってた割には結構テンションがあー大賢者のおかげだけどねああそうだねここで何が手に入るんだ <laughs> 言ってないんじゃない <laughs> いや、いい子だわ、この子も、体が。あ、来たあげれであげれんのえ、そんなんで映せんのスキル。いや、羨ましいな、さっきから。いや、入ったよ、簡単に。いや、大賢者だけでもすごいのに。えマジ、そういうパターン <laughs> どういうノリなのもう。あ、師匠になるんだ、この人が。あ、羽が変のかと思った。創作ね。いや、もう無敵じゃん、それ。不要。な <laughs> ん何でもできる。ええー いやいやいや、無敵ってか神様状態じゃないこんなの。えなんかあんの ?LP? あー。LP 変換 <laughs> ちょっと待ってくれ <laughs>。このアニメやばいぞ。そうだね。 そっち系がバンバン出てくる系どこれは。ケネって。あー。結構じゃあためやすいんじゃないかうまくすれば。キスとかいっぱいしまくればいいんですよ。あんなことやこんなことをえ。え数値的に見て取れんなら死なない程度にできんじゃない ?550。それがどうなの どれくらい使うんだろう何をすると五百550がでかいのかよあれなのか分かんないかな石段あーそっちねあびっくりした階段の方操作しちゃってる <laughs> すごいんだけどちょっとねえいや無敵すぎません もう英雄学校とか行かなくていいんじゃないこれ。まあけど行くことになるんだろうな。いろんな女の子が出てくるような展開にするためにも。けど一回もう創作しちゃったらこれ以降はもう疲れたりしないんじゃないか。毎回だってあの LP 消費するはずじゃないんでしょってか、え、妹いや <laughs> いやいやいや、お兄様 いや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 妹もいやこいつちょっとクズじゃないね <laughs> えねえいや可愛いからいいけどいやちょっとハーレム状態がすごいけどこっからどんどん増えそうだねえちょっと胸そんなんで歩いてたら大変だよ日本で いや、そうね。あ、一回キスしちゃったからあれなのかな <laughs> 特別な関係になった気でいるな <laughs> い,いけどね。<laughs> いや、ほんとよ。デート的なバカ団バカ団ってどういう意味あ、男爵ってことかな <laughs> あ、やっぱり。<laughs> しかも、これをすることによってさ、気持ちよくてさ、LP も手に入ってさ、いいことしかないよ。はぁ、あ、<laughs> いやいやいや、なんてお得なシステムなの。このオリビアさんでもできちゃうんじゃないやろうと思ったら。<laughs> そういう感じね。ノリノリだね、この人。やっぱ行くんだね。 <laughs> いやもうスキル的に芸道だけどやっぱ横取りされたんだねあそこら辺の話ちょっとあれだけどああ鑑定ね「雲ですが何かでもあったけど」いやー何でも作れるし師匠いるし心強すぎ。 ゼロになったら死んじゃうしね余裕を持ってあれだね作っていかないと両手探検術 C 襲撃へえじゃあ戦う結構強さっていうかスキルを持ってるんだねこの子師匠をやってる割に戦うの向いてるってことえいやダメだろそんなことしちゃ勝手に事前了解もらわずに大丈夫 ダメだろうえ、いややば。え、失敗キャラになっちゃうの嘘でしょいやいやいや戻、戻して戻してあ、戻せるよね。よかったまあ、そうだよ。いや、本当に。何やってんの もうあのスキル今後使うことないよねきっと場違いなんだねけ能力的には天下一品というかもう怖いものなしだろう LP さえあればあっあこの子たちと組むね結構可愛い,い女の子たちが なんでああ、もう知られてるんだね。はあまあいいんだよ。そのおかげで多分あの美女たちと。ああ、それでわかっちゃうんだね。なんでみんな知ってるのかと思ったけど。いや、いい子。え似てる。だよね。 似てるんじゃなくて本人だった。ありがとう、エマちゃん。好きなんだね。<laughs> バカだバカだえ、なんつってんのお,お、来たあれ、さっきの子たちじゃない。そうだよね、エマちゃんがいたら、さっきの二人とは組めないか。 これからはあの二人はゆくゆくその英雄学校入ってから知り合う感じなのかなえうわこれはまた手痛いパーティーだなけど多分見直すんじゃないかなえす、ー、る。 えいやいやいや、そのなんか立ち振る舞い、穂村ちゃんみたいだけど、言ってることは最低だ。えどういうことどこ行く気ああ。 あそっか、2層にいるって言ってたけど、あそこが真相じゃないんだ。いやいや、やべえだろ。99って。どうすんの <laughs> やいやいや、もう逃げろよ。いきなり99はなくねえか。ああ、確かに。いや、4000。 ああ、やっぱ難しいことをしようとするとあれなんだね。えああ、何したのかと思った。いやいやこんなところで倒れちゃうやばいぞ。いや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 。いや、一緒に来ればよかったのに。 いや、倒せんの ?90 のレベルにさ。ほう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 。いくね <laughs> すげえすげえ。めっちゃでけこれはどうよ。あ、けど効かねえか。いや、効くねリッチだからあれかなと思ったけど。 <laughs> いや、レベル上がりすぎ <laughs>。まあ、敵から能力吸収できないっていうのがあれだけどね。いや、ここは当然1位になってほしいけど。いや、だって倒した相手、あれだよ。1位にならないとおかしいだろ。いや、むしろここにいる奴らが倒せる相手なの。 とんでもない点数出てくるんじゃないいやいやいやとんでもないんだってきっとああこれが素材だったんだ黄金スライム黄金スライムやばいんじゃねえか雑魚じゃねえよ絶対に師匠すごすぎるんだわ 何点まず。<laughs> ぶっ飛んでるー。<laughs> かわいい。みんな。いやー、ほんとよ。発表してる先生さ、絶対倒せないだろ。<laughs> <laughs> 師匠。いやー。 いや、そうでしょうよ。そして師匠どんだけ強いの,のあんた。それなのにこんなところに囚われてるって。いつか解放してあげないと。<laughs> お父さん、媚び売りすぎ、息子に。あー、お金。やけど問題ないだろう。速攻で稼げるって。だってあの素材売っちゃえばいいんじゃないのあれこんな突然終わる いや、めっちゃかわいあー、これ、ね、ヘマちゃんだよね。きっとちっちゃい頃の。あの髪型といい。髪型じゃない、髪飾り。こんだけちっちゃい頃から二人仲良く。うわーいい笑顔。いや、エンディングの絵がすごい綺麗。誰誰あなたは誰いや、めっちゃ出てくるぞ、これ、女の子。いや、あなたも誰だしさ。だって英雄の,その学校でもいたじゃん、他にもキャラ。 ねこの子たちとめちゃくちゃイチャイチャするんじゃないか主人公が。しかも普通にパンツとか出てくるアニメだからさ、期待しかない。<laughs> 違う意味での。ストーリーと別の部分の期待もすごいぞ。あ、ここら辺が主人公に対してのハーレム的な感じのキャラなんだね。曲は思ったよりいいんだけども。いや、エンディングの作画めっちゃ頑張ってません だから、もう、この子たちから LP を取りまくればいいって話を。しかも妹ちゃんもいるからね。もう、速攻でキスしてたけど、1話から。いや、もうエンディングでこんなん使っちゃうくらいだもん。このアニメ、なかなか攻めてくると見た。いや、面白いっす、面白いっす。見ていけそうな気がする空いた時間にね。あ、受付嬢なのかもしかしてエンディングに出てた子は、エンドカードもあるんだね。白玉さん、いい絵描くね はい。というわけで、今回ね、俺だけ入れる隠し男女第一を見させていただいたわけなんですが、まあ主人公ね、もともと大賢者っていうチートスキルを持っていたところにですよ、まあエマちゃんの教えもあり、まあエッチーことすればね、気持ちいいことすれば、その痛みに耐えて能力が発動できるっていうことが分かって、まあその能力を使ってね、さらにあの師匠の元に行き、さらにめちゃくちゃなスキルをもらい、まあそのスキルを使うのにもまたね、イチャイチャしなきゃいけなかったりするっていうのも分かって、 まあこれからチートだけじゃなくてハーレム系のね、まあ、展開もすごい予想されるというか、まあ、そんな中で主人公が学園生活でチートしながら、まあ、可愛いい女の子と出会ってって。 で師匠のアドバイスもあり無敵な能力をどんどん増やしていき、まあ、最終的にはあの囚われている師匠も助けてあげてハーレムの仲間入りみたいな感じになっていくのかなと、まあ、そういった展開を予想してるんですが、えー、この先どうなっていくのか、まあ、そこら辺を楽しんでいくアニメなのかなという風に思っておりますまあ、ちょっとあまりにもね、えー、主人公がねいい思いしすぎてムカつく時もあるんですけども、まあ、引き続き見ていきたいと思っておりますというわけで、えー、皆さんの今回第1話に対する感想を僕の歴史に対するコメントなどお待ちしております 以上動画ぶたつが大きくしましたまた来週お会いしましょうバイバイ